令和元年10月26日名古屋港サッカー場にて2019東海学生アメリカンフットボール選手権大会名城大学ゴールデンライオンズ対名古屋大学グランパスの一戦が、今から行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側がホーム、手前側がホームチームカラーのユニフォームエンジニアユニフォームが名城大学ゴールデンライオンズ、奥側ホワイトのユニフォームが名古屋大学グランパスです。名古屋大キックオフ、名城大学リターンで試合が始まります。名城大ファーストダウン。名城大オプションプレーでボールをファンブル。しかしこれはクォーターバック4番自ら抑えました。名古屋大学ファーストダウン。このバントシャンク、陣地挽回はほとんどできず、名城大学ファーストダウン。名城大学ファーストダウン。ここでスペシャルプレーを敢行。リバースプレーを狙いましたがこの時にボールをファンブル。そのファンブルを抑えたのは名古屋大、したがって攻守交代ターンオーバー。名城大ファーストダウン。名城大ファーストダウン。名城大ファーストダウン。11番ピッチプレーから右奥展開、中央へのランプレー。このプレーでの原因はなし。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代ターンオーバー。パス成功ファーストダウン。名城大ファーストダウン。パス成功。ギャンブル成功ファーストダウン。パス不成功。キックレングス26ヤード。キック成功3点獲得。名城大学3点、名古屋大学0点。このパントスナップがあわやオーバースローするところでした。稼働してパント。ナイスランファーストラン。
しいよ。ナイスラン、ファーストラン。11番オプションプレーのピッチを受けて右オープンつきましたが、このランによるゲインはなし。インターセット、ドロープレー、パスに見せかけたランプレー。名古屋大学ファースラン、名古屋大ファースラン、キックレングス37ヤード。どうだ、決めるよ。入った。成功、3点獲得。名古屋大学3点、天領大学3点、同点です。同点となりました。名城大ファースター、名城大ファースター、このキック失敗、無得点、コース交代です。名古屋大学ファースター、ここでホイッスル。どっち、どっち名大なら当選時くらい。名古屋大後半2回目のタイムアウトを取りました。名城大フォースダウン2ゴール、残り5ヤード、フィールドゴールトライ、キッカー1番、キックレングス20ヤード、試合時間残り28秒。プレッシャー与えよう、止め。どうだ、入った、キック成功。名城大学3点獲得、名城大学6点、名古屋大学3点。すっげえ、すっげえ、パスインターセット。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、名城大学6点、名古屋大学3点で、名城大学同点の4勝利です。ああいう時はどこでジャンケンやるんですか。前は最終戦が水戸でやってたでしょ。だからそこでジャンケンやったのね。閉会式ですね。
たみたい。あれ絶対わからん。切って食べたことあるのかね。あると思う。名城大学6点で名城大学の勝利です。ご観戦ありがとうございます。